萌えチャンネル。こんにちは、萌えちです。今回も、予想通りガンプラを作っていきたいと思います。で、今回のガンプラはこちらです。憲法ペットの中の戦争っていう OVA の中にちょこっとだけ出てきたケンプファー。箱がもうちょっと年季を感じるんですけど、これが、なんと当時物では。早速開けてみたいと思います。よっ、あ、多分全部未開封なので、ちょっと開封されてたわ。開封されてるのもあったけど、まあおそらく全部揃ってますね。ちょっと箱の年季の入り方が、まあ、うちに来て余計に、汚くなってきましたっていうのもある。ちょっと待ってね。じゃん、ちょっと立ってみました。じゃあ開封していきましょう。これは開いてるから、シールが少ない。一瞬しか出ないんだよね。そんな一瞬のケンプファーで検討したところが素晴らしい。はい、じゃあ全部開けました。で、細かいパーツはこっちに置いておきます。で、前回あのシャアの話をしてたから、シャアのなんちゃらを、なんかそうなんですか、専用なんちゃらを作るかなって予想してたかもしれないんですけど、ケンプファーにしました。ケンプファーだからこんな青い服を着てるわけじゃない。前回は赤い服着てたけど。さあ、まず右腕から組み立てるそうです。本当に合ってる？ 1合ってる。1からいきますよ。これは前回よりも時間がかかりそうな感じがします。やっぱね、最近のやつに違って、もうどのパーツか分かんなくなってね。プラスチックなの10年くらい前でしょ、使ってないのがすごいね。
バーマンの手伝い。左で今度は並べるよ、上から足の組み立てです。
じゃあ次は武器を組み立てましょう。なんか体はあんまり高くないけど、武器のパーツばっかり、武器がねやたらとあるんですよ。でもなんかあんまりアニメでは武器がたくさん出なかったイメージなんだよな。募集してるんで、じゃあねー、バイバイ、あ、バイバイ。